まず冒頭、COVAX ワクチンサミットにつきまして申し上げたいと思います。ワクチン供給の国際的な枠組みであります、COVAX ファシリティにつきまして、来月2日に COVAX の事務局を務める国際組織 GAVI ワクチンアライアンスと日本政府との共催で、COVAX ワクチンサミットが開催されることになっております。先日、山口代表らが会談をいたしました GAVI の事務局長からは、サミットで日本がリーダーシップを発揮することに期待感を示されております。そうしたことを踏まえまして、公明党として本日の午後、サミットに向けた緊急提言を加藤官房長官宛てに申し入れをいたします。新型コロナウイルスを収束させるためには、日本はもとより、世界全体でワクチンへのアクセスを確保していくことが重要であります。今回のサミットを通じまして、途上国に安全性、有効性、品質が保証されたワクチンを公平により多く届けるため、COVAX ファシリティが必要とする資金目標を達成できるよう、政府には大幅な追加拠出を求めていきたいと思います。また公明党もすでに4月の28日に総理に申し入れをしておりますけれども、サミットにおいて菅総理にはですね、国産ワクチンの早期開発と生産体制の整備、製薬会社への支援強化などを含めたワクチンに関する国家戦略をですね、世界に対して示していただきたいと思います。私から以上であります。すみません、読売新聞の土井です。LGBT の理解増進法の関連で伺います。昨日、自民党のですね、精神で長時間にわたった議論の末ですね、最終的に了承され、今日総務会にかけられるということですけれども、自民党の議論が紛糾した結果ですね、今国会での成立は難しいだろうと、そういう見立ても出ているところですが、この現状をどう見てらっしゃるか、公明党としての見解をお願いします。はい。この法案はですね、まず、性的指向や性自認を理由とする、不当な差別や偏見は、あってはならないということから、社会全体にその理解を促し、多様性ある日本社会を目指していく趣旨のものであります。我が党はすでにこの法案の審査を終えているところでありますけれども、自民党におかれてもですね、総務会においても了承され、まずは国会提出に至ることを期待をいたしたいと思っております。すみません、関連してですね、こうした理解増進を求める法案の審議が、自民党の中で紛糾することでですね、いわゆる公明党も含めて与党がそういったことに後ろ向きなんじゃないかと、そういうメッセージも、にも取られかねないと思うんですけれども、そういった点について、公明党としてどういうふうに見てらっしゃるのか。先ほど申し上げましたように、公明党もすでに法案は了承されておりますから、自民党さんと同一されることはないと思いますけれども、自民党内にもいろんな意見があったと承知をしておりますが、でもカンカンガクガクの意見の上でですね、国会で議論をすることを前提に、精神では了承されたというふうに伺っておりますので、なるべく速やかに手続きを進めていただければというふうに思っています。すみません、 NHK 窓です。よろしくお願いいたします。宣言の延長の関連でお伺いいたします。来月の20日まで延長することとなったこの判断の評価とですね、あとその上でオリンピック開催までより期間に近づくということで、宣言との五輪の開催の関係性、これどう見てらっしゃるか改めてお願いできますでしょうか。はい、もうすでに報道されておりますけれども、政府は
緊急事態宣言についてですね、今月末の期限である9都道府県について6月20日まで延長する方針であります。基本的対処方針分科会現在開催中かと思いますが、ここで検討され了承されれば、本日の政府対策本部で正式決定される見通しであります。またまん延防止措置につきましても、今月末が期限となっております埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重の5県についてですね、6月の20日まで延長する方針であります。各都道府県知事からも延長の要請が次々と出されておりますし、感染状況や病床の逼迫状況が、いまだレベル4の段階にあると、大幅な改善が見られる状況でないことを踏まえるとですね、今回の延長というのは適切な判断であるというふうに思っております。またオリンピックとの関係ですけれども、緊急事態宣言の延長がですね、直ちに五輪開催に影響を与えるとは考えておりません。むしろですね、オリンピックに向けて感染の拡大をしっかりと抑えるということが重要でありますので、そういった意味からはですね、むしろ中途半端な状況で、この宣言をやめるということよりも、しっかりと対策を継続するということは、オリンピックの開催に向けてはむしろプラスではないかというふうに考えています。時事通信の三船です。宣言の延長に関連してなんですけれども、来月 の東京都議選の影響も一部出るのではないかという見立てもありますけれども、今後この都議選への影響をどう見ていくかと、今後どういうふうに戦っていくかについてもお伺いできればと思います。はい、都議選の告示日がもう6月の25日に決まっておりますから、20日延長して20日で解除してもですね、告示日直前までということであります。コロナ禍の選挙というのは、従来ない、異例の状況で迎えます。特に3密を避ける、選挙戦はどっちかというと、これまではですね、多くの人を集めて、街頭においてもですね、あるいは事業講演会等においてもですね、多くの方を集めてそこで訴えてというやり方ですが、この緊急事態宣言下ではむしろその3密を避けて、イベントについても上限は5000人以下、なおかつ 50% 以下という縛りもありますし、街頭については特段制限はありませんけど、やっぱり密になるような状況をやっぱり避けなければならない。そういった中にあっては、従来のやり方がですね、そのままできるという状況ではありませんけれども、そういった制約された条件の中でも、最大限に工夫をしながらですね、例えば、オンラインで、配信をしてですね、訴えるとかですね、そういったことも加味をしながらですね、最大限やることをやっていくということであります。NHK 山田です。たびたびすみません、話題変わって恐縮です。昨日ですね、菅総理と赤羽大臣会談された際に、赤羽大臣から国際線 のパイロットの方とか客室乗務員の方、関係者を中心にワクチンを優先接種することを検討する考えを示されました。オリンピックとも関連してとはなりますけれども、こうした考えについて評価あればお願いできますでしょうか。はい、国際線のパイロットや、キャビンアテンダントの方々はですね、日常的に海外の方と接触するということもあってですね、早期の接種を望む声が関係者から出されていると、寄せられているというふうに伺っております。水際対策の一環としての意味を踏まえて検討するよう指示があったものと承知をしております。
例えばですね、まあ、これは報道されている範囲で私は承知しているところですが、台湾においてはもともと感染が非常に抑えられたのが、国際線のパイロットから感染が広がって、今、台湾内でですね、感染状況が大きく広がってしまっていると、まあ、こういう状況に至っている事例もあると承知をしておりますので、まあ、水際対策の一環、それから高い感染リスクにされている方々を守るという意味でも、前向きに検討していただきたいと思っております。朝日新聞の太田です。重要土地の規制法案の関係でお伺いします。今開かれている内閣委員会で採決される見込みですけれども、審議では野党側から対象施設の範囲が曖昧だなどと私権制限をめぐる懸念も示されていたところですけれども、公明党としてはこれまでの審議でこうしたその懸念というのは解消されたというふうに考えるか、お考えをお聞かせください。はい、まあ、そもそもこの重要土地、重要施設周辺土地利用土地規制調査法案ですか、これはですね、法案審議の過程においてですね、公明党としてはその安全保障上重要な施設周辺や、まあ、国境離島などの機能を確保するという意味では非常に重要な意味のある法案だけれども、一方で、私権の制限や経済社会活動の自由に関わるということで、そのバランスを取ることが重要だということで、法案についてはそもそもの法案の目的と社会経済活動の影響を最小限に抑えるというふうに内容になっているというふうに承知をしております。で、まあ、野党からも、まあ、修正案を元にした提案があったというふうに伺っておりますけれども、まあ、最終的には現場の協議で付帯決議で、を設けることで合意をしているというふうに、されておりますので、まあ、与党の皆さんのご心配もですね、その付帯決議の中で、まあ、相当程度、これ付帯決議というのは当然その政府が最大限に配慮するということになりますので、いろんなご心配も付帯決議の中で相当程度解消されるのではないかというふうに思っております。東京新聞の市川と申します。話題がありまして、脱炭素に関わる脱炄素、今日の午後提言されるものかと思いますが、まあ、他社さんの報道でありましたが、公明党さんは再生エネルギーを軸とした原発に頼らないものを提言されるということですが、自民党はですね、同じ与党内でも、まあ原発のリプレイスや30年を超えたものを再開させるというふうに方針が少し異なっております。与党内でこうした政策の違いを今後どうすり合わせていくのか、お考えなどあとお聞かせください。はい、連立政権というのはそれぞれの政党が完璧に政策が一致するわけではありません。完璧に一致すればそれは同じ政党になればいいという話でありますから、まあ、ですから、勝利は残しながらも大道につくというのが連立政権のあり方でありますので、まあ、いろんな政策について、それぞれその意見の異なる部分はあります。ただそういう状況の中でもやっぱ一致点を見出してですね、国政を進めていくというのが、まあ、連立政権のあり方でありますので、まあ、今回の案の中身についてはまた後ほど詳細にレクをさせていただきますので、ここでは省略をさせていただきますけれども、まあ、同じようなプロセスを歩むのではないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。